ロート製薬公式 YouTuber の根橋心です。弟の音です。今回はこちらのアプリに挑戦したいと思います。ドローイット。わー、ドローイット、知ってる？いや、知らない。これはね、シンプルなお絵かきゲームです。出されたお題を絵にして、その絵をね、コンピューターが認識してくれるんですよ。なるほど、うん、そう。なんでこれ選んだの？いや、そろそろ。なんでこれ選んだの？いや、そろそろね、音画伯の新作入荷したいなと思ってさ、はあ、やっぱり疲れてる時に音の絵はね、すごい元気出る。はぁ、あ、というわけで、ね、頭きた。その正解数が多い方をが勝ちっていう対決をします。それでは先行、ネバセイ心いきます。対戦相手を検索中です。お待ちくだされ。あ、始まった。これ簡単でしょ。いや、いや、ちょっとこれ問題がぬるいんじゃないの。いや、猫ちゃんはね、もうね、可愛いですよ。アライグマだって、ほら。え、ちょ、見てないから。猫じゃ、猫じゃないよ、それ。あ、そっか、ヒゲ。イエイ、ヒゲがあれですね。特徴がね、結構難しくない？いや、もうこれは簡単だよ。こうだ、電球、時計、こうだよ。あ、マウス。イエイ。ああ、リンゴ。いや、ちょっとこれ問題が簡単すぎるでしょう。これは勝ちですね。人参、人参、人参。え、ずるくない？これ。人参、人参。いちご。ほら、もういちごだよ。なんか顔みたいなのある。え、認識って。あ、オッケー。結構いくな。せん。おーい。あ、終わった。何個？はい、勝利。1位ですよ。え？ちょっと待って、数見てなかった。ちょ、待って。何個何個これ。あ、6。6個。6です。レバジン心、6個。対戦相手大丈夫これ。むしろ2、1。あんなんでいいの？え、じゃあもうこれでいける。これいけるじゃん全然。あー、ちょっと王者はゆっくりしておきますかね。まあ頑張りたまえ、画伯くん。やってやんよ。どうぞ書きたまえ。二度とバカにされないから。おー、これは鼻、ほら、鼻。鼻の穴でかすぎる。耳、耳。いや、え、嘘でしょ。いいんだよ、だから今のダメでしょ。特徴捉えてるからさ、やっぱりさ。ちょっと待って、ちょっと待って、早すぎる。あ、無理です。いや、それは何ですか？消しゴム？サンドイッチに決まってるだろ。ちょっと待ってよ。やっぱりダメですって。ほら、トラック。鳥。鳥。気持ち悪い。あー、そっか、これアヒルになっちゃうのか。ちょっと待って、ちょっと待って。今のシルエットなかなか。ちょっと待って、アヒルになっちゃう。あ、蝶描けばいいんだ。蝶…はい、しかも2位だよ。4です。いや、同率1位だよ。いやダメだね、やっぱりね。いや、ね、ちょっと今のは問題が悪いな。え、これはもう私の勝ちですか？まだでしょ、まだ。そう、ちょっと問題が良くないな、これは。じゃあもうペンを握る時が来たか。そっちの方が簡単じゃん、だってリンゴとかさ、人参とかさ。いや、そっちもあったじゃん、鼻の穴でかい鼻とかさ。それは最初にすぐ成功したじゃん。はい、じゃあ3回戦ネバセイ心いきます。3回戦?2回戦じゃないの？え、これ3回戦じゃない？まあいいや、続けて。あ、そうだ、始まってる。あー、猫。ずるくない？ちょっと待って、同じ問題はずるいって。あー、靴下ね、靴下こうでしょ。はい、ほら、これ問題のバランス悪いよ。ちょっと私ウサギちゃん大好きだからね、もうと。いや、それウサギじゃないよ。短パンこうかな。それパンツだよ。私もう、あ、ちょっと待って、は、は、あ、ちょっと待って。あ、これは難しいやつだ。あ、ニコニコマーク。ちょっと待って。あ、これはいいぞ、いいぞ。それはずるいよ、それはずるい。絵じゃないじゃん。え、待って、ひどいよ今の。ちょっと待って、はって何、ニコニコマークってこれじゃ。うわ、やばい、これは新しい問題に悩まされましたね。ちょっと待って、言うてさっきの音くんと一緒ですから。あ、ちょっと手加減しちゃった。いや、まあね、歯かけないんすか。やっぱ王者には歯かけない。でも重いのじゃ。言うて歯来たら絶対かけないからね。いや、だってあれはさ、口かいて歯をかけばいいだけじゃないの？いいってしてる感じの。え、それだったら唇になるよ。いや、なんないよ、歯だよ。歯歯だわ、マジ。いや、まあね、次歯出たら見物ですね。じゃあもう一個のやつに逃げちゃダメだからね。これはもう価値が見えたな。じゃあ行くよ。じゃあさーて、何が来るかな。さあ来い。あ、これ、あ、封筒ダメだよ、封筒。私が出したんだから。ほら、封筒。ずるだ、ずるだ。ラケット書こう、これ。ほら、目綺麗に書いて。目は
命だから。うわ汚い。イエーイ。なんか汚い。短パン。うわこれでいいんでしょ、だって同じやつを。これでいいんでしょ。あ待ってやばいやばいやばい。てかバンディの頂上って何。やばいやばいやばい。ほらスプーン。え嘘でしょ、さっきのラケットと同じじゃん。あフライパン、ちょっとディスは難しい、無理。まあ同じやつは選んじゃダメっていうルール作ればよかった。いや猫ちゃんはね、もうね。あー猫同じ問題はずるいって。ヒゲだよ、熊手じゃないよ。あ風車待って待って、風車だよ今の。あそう、勝ったー。1回戦は私の勝ちね、今んとこね。そうだよ。で2回戦が、まあ、今ね、まあちょっと手抜いた。勝ちましたね。いやーやっちゃったな。いやいやいや、大口叩いてた割には大したことないですね。いや次勝った人が勝ちっていう。あー3回戦でね、うん、王者のルールがあるからいいでしょう。行くべ。歯は来ないでください、歯は来ないでください、本当に。さあ、あ、気球って何？これはちょっと難しいんじゃない？ちょっと待って、ちょっと待って、気球？あ、え？気球？電球でしょ、今の。ちょっと待って、用なしですって。リンゴですって。ちょっと待って、ちょっとちょっと。え、なんで？特徴捉えられてないんじゃないの？イエーイ。同じやつは選んじゃダメっていうルール作ればよかった。あ、口ね。あ、まあこれはね。あ、待って待って、勝ちたいんです、私、本当に。やだー。あーまた同じ問題じゃん。あーチーズー。え、チーズ。あっとこれは、あ、やばいやばいやばい。おや、これはもしや。え、なんでチーズ。あ、待って、あと1問、あと1問。よし。あー、おや、心さん、これはちょっと…いやまだわかりませんよ、本当に。いや5個でしょ、だって俺さっき6個言ったもん。これは妨害に入ります。ズルでしょそれ。ふぅふぅ、おらおらちょっと…よし。うぅ、早くやっちゃいなよ。これで勝ったら俺の勝ちでしょ。2勝1敗で俺の勝ちになるもんね。あ、まあ、まあ、わかんないよ。ちょ、じゃあ行くよ。そういうことはちょっと…ちょっとやめてください、ちょっと静かに、静かに。あー、ダメ。あ、バリの頂上がいいの。あれ、なんか色変わってる。ねえ、お姉ちゃん、バリの頂上見たい。 T シャツ、ね、イエーイ。ほうき、ほうき。いや、あー、もうさ、ダメだよ。いいぞ、あ、ほら、フライパン、もうね。ダメだよ、3回目はダメでしょ。2個は許すけど。いやいやいや、勝ちに行くよ、俺はもう。アイスクリームじゃない、違うよ。アイスクリーム、さやいんげんとか言われてますよ。ハンマー、ほら、よし。ピザ、ピザ、ちょ、ちょ、待って、ピザ、ピザ、ピザ、あ、こう、こう、こう。いや、だよ、ダメダメ。よっしゃ、よっしゃ。あと1個。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ちょっと待って、口でしょ。あー、ほら、もう待って、最悪、もう待って、最悪、もう待って、最悪。あー。は、は、来た、は、来た。あ、違う。これ歯になんない。今つまりじゃなかったのにな。え、これ歯にならないの？え、歯だった今。これ歯かけないとさ、王者にはなれないって思った。何を言ってるの？イエーイ。視聴者の皆さんはこんなことを求めていましたか？え、違いますよね。何言ってるの？いやでも歯が欠けないとさ、やっぱダメだと思うんだよね。いや勝ってしまったな。ちょっと歯を認識してもらわないとさ、やっぱあれだと思うんですよね。え、いや別に姉ちゃん欠けてたわけじゃないじゃん。あー悔しい。というわけでドローイットなんだったん、というわけでドローイットをやってみたんですけど、うん、いかがでしたか。いやー、まあこんなもんかな。お姉ちゃんは不満です。こんなことを視聴者が求めていたとは思いません、本当に。いや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 、歯が欠けないのがさ、ちょっと悔しすぎ。歯って何が正解だったんだろうね。歯はね、いやもう私は一番鼻が印象、もう衝撃的だった。鼻はだってあれが正解でしょ。鼻でかすぎだよ、だよ。え、いやこれはね、あのもう一回私と対戦をしましょう。いやもう何度やってもちょっと俺が勝つかな。いやいやいや、多分私が勝つんで。いや、歯が出るまで一生懸命やろ。いやこれどれだけ特徴を捉えられるかだから。いやだから、その歯の特徴を捉えられた方が勝ち。これさ、これ歯を描く勝負じゃないんだよ。歯、どんだけトラウマなんだよ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。